ここからは知って得する情報をお届けする四字得プレゼンターのコーナーです。さあ突然ですが皆さんはスイーツ好きですか？大好きです。大好きですよね。お腹空いてきた、ね、食べてると幸せですもんね。さあ今日は今流行りのスイーツショップをご紹介します。やってきたのは24スイーツショップ都の城店。こちら24時間営業のお取り寄せスイーツ無人販売所です。24時間、SNS などで目にしたことがある方も多いと思います。店内はご覧の通りスイーツがずらーっと並んでいます。いろんな種類がある、ね、種類の多さはもちろんなんですが、やはり一番の魅力は全国のお取り寄せスイーツが楽しめることなんですね。その数常時120種類以上、現地や通販でしか手に入らなかった商品が購入できますよ。はい、その120種類以上もあるスイーツの中から、はい、今日は人気商品と限定商品をスタジオにご用意しております。皆さん超ラッキーです。さあまずはですねこちらからです。見た目も可愛らしいプチクレープです。今回は10月からの新商品のさつまいもを世良さんに召し上がっていただきます。ありがとうございます。ハロウィン仕様ということで、ね、可愛いお化けもいますよ。手のひらサイズいいですよね、うん、このサイズ、そうこのサイズです。いただきます。はい、うん、お芋おいしいね。なんおいしいもん。こちらさんなんか映ったかな。こちらはですね福岡県のシュシュクレープの商品で、手のひらサイズですよね。で冷凍とは思えないもっちり食感の生地が特徴ということですが、生地感じますか？もっちり、これも冷凍だったんですか？そうです、冷凍で売ってるんですよ。ちょっと冷凍クオリティを超えてますよ、ね、めちゃくちゃおいしいですし、あのクリームは甘めなんですけど、うん、中のお芋がちょっと塩味が効いているので、甘すぎるのが得意じゃないなという方でもこのクレープペロッと食べられると思います。いいですよね、小腹にちょうどいいサイズで、しかも300円なので手土産とか差し入れにすごく大人気ということなんですね。さあでは続いてはこちらです。低糖質希少糖プレミアムバニラプリンということで、こちら岡本さん気になりますよね。どうぞ食べてみてください。可愛いんですね。瓶に入った形ですね。ちょっと硬い。こちらももちろん冷凍で販売されていて、はい、まあ、冷蔵庫などで解凍したものですね。どうでしょう。優しいプリン。こちらですね鹿児島県の低糖質スイーツ専門店パティスリールベールのバニラプリンということで、希少糖を使った低糖質のプリン。でも低糖質とは思えない味じゃないですか。まあ、これね低糖質って聞いてないと普通のプリンだと思って食べちゃう。すごく滑らかですよね。そうそう、じゃあ我慢してるっていう感じが全然全然ないんですね。でバニラの優しい香りがねしておすすめ。夜食べてもいいということですね。寝る前でも。そうですよね。こう作ってる店長さん自身がですね、実は糖尿病ということで、うん、食べても血糖値が上がらないことを実証されているということで、これならちょっとね夜食べてもねいいかなって思っちゃいますよね。罪悪感なしにどんどん食べられちゃいます、ね、皆さんに優しいですね。はい、じゃあ最後はこちらのスイーツです。最後は大人気商品の紬モンブラン缶です。これはクリームがこう層になっているのがね見てわかりますね。じゃあ藤崎さんちょっと開けてみてくださいね、はい、なんかこの缶を開けるみたいなフィルムがついてるんですね。モンブラン、そうこれモンブランなんですよ。あ、中に入ってる細かいモンブランがたくさん入ってますよね。ザ・モンブランですね、うん、うわ、いただきます。やったやったって言いましたね。一番高級なの食べてますね。ですよね。美味しそう。うわ濃厚、濃厚ですね。美味しい。こちらは和歌山県の生絞りモンブランのお店紬のモンブラン缶で、実際にこうやって詰めているそうなんですよ、うん、で高級な国産和栗と北海道産の生クリームを惜しみなく使っている贅沢なスイーツということで、これスポンジも入ってるんですけど、うん、冷凍してるのにふわふわなんですよね。本当だ、これ冷凍なんですね。そうなんです、すごい和栗の味しますよね。ちょっと感想言ってちゃんと、ふわっと最初栗が来るんですけど、うん、スーッと抜けていく感じ、うん、あんまり甘さがしつこくなくて、そうそうそう、大人の
モンブランって感じですね。モンブラン専門店の味をそのままギュッと缶に詰めてるわけですから、うん、美味しいはずですよね、うん、しかも県外のこういったスイーツ店のものが食べられるって、うん、めちゃくちゃいいですよ ね、 いいですよね。こう普段は送料とかちょっと気にしながら注文したりするところが、そうそう、ね、うん、これだったら、ね、いつでも好きな時間に買いに行けるということ で、 で、ね、はい、ここのお店はですね、うん、電子マネーと現金での購入ができるということで、まあ、無人販売所なんですけれども、お店に支払い方法も詳しく載っているということで、うん、さあ皆さんぜひ行ってみたくなったと思うんですけれども、ね、こちらの都の城店は9月に実は移転オープンしております。新しい場所はショッピングセンター都の城エリア内のこちらでして、駐車場もなんと500台以上ありますよ皆さんすごいです、ね、たっぷり止められますね。安心です、安心です。お店では実は映え写真が撮れるこんなスペースもあるということで、買った後こうカップルで、ね、写真撮ったりして、ね、青春、ね、したいな私もって感じですけれども、24時間だからいつ行ってもいいから、ね、人がいないと人がいないと誰のようにこそっと撮れそうですね。やりましょう。でも夜中思い立ったらいけるということでしょ、うん、いいですよね、うん、そう、年中無休で24時間営業ということですので、うん、黙々と食べちゃった、はい、もう空っぽになりそう。トレンディフォースイーツショップ、お仕事終わりでも朝起きたてでも行けますので、ぜひ皆さんお目当てのスイーツめがけて行ってみてください。ここまで吉田区プレゼンターでした。